皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、西宮区楽園にありますプライベートサウナにね、来させていただきました。もうね、めっちゃ楽しみにしてましたんで、今からね、楽しんでまいりたいと思います。それでは行きましょう。さあ中にね入ってみましょうか。いらっしゃいませ。こちらが男性の更衣室でおこうトイレになっています。はい、同じ構造でこちらが女性になります。はい、でお部屋にですねトイレだけがないので、今ご案内したトイレになるポイントとしてのご利用でお願いいたします。はい、ははは、はい、今回のお部屋がこちらになります。はい、見てください。これ水風呂になってるんですけど、このはしごを登ってね、水風呂に入るスタイルです。はあ、すっげえな。で、シャワーもここにね完備されてて、でシャンプーはね、なんかブレンドするっておっしゃってましたね。クールシャンプーで、ポンチョがあって、冷蔵庫の中ね、どうなんでしょう。あ、水だけ入ってますね。で、ここがサウナの入り口でございます。あ、めちゃめちゃ暑いわ。これめちゃめちゃ暑い。暑い。ここにロウリュのね、正しい使い方がね書かれています。ちょうど本当ね、プライベートサウナなので、そんなに広くないで、結構暑い。めちゃめちゃ暑い。よし、とりあえず座るか。よいしょ、インカメにしてみようかな。じゃあこの磁石に水を入れて、でこのサウナストーンに、あ、来た。あっちー、暑い。で、この、はい、内まで、はい、あー、結構はい、今ですね、1回目のね、サウナ入りました。水風呂も入りました。で、こちらね、備え付けのね、今ポンチョにね、着替えました。ちょっとね、この整い室にね、整ってまいりたいと思います。ドリンクがね、はい、こちらあるそうなので、とりあえずは、あ、お酒もあるんやね。ね、とりあえずはこの、まずは備え付けのお水をいただいて、で、ちょっと後でね、何かをね、注文をね、してみたいと思います。ああ、これはええわ。最高じゃないですか、これ。
ねえ、すぎる、最高やな、ほんま。めちゃめちゃ最高じゃないですか。すいません、ありがとうございました。あ、すいません、ひどかったら他のも見ていかれます。あ、いいですか。マジですか。ちょうど今いい感じに空きが出て、それめっちゃ嬉しいですね。あ、ちょっと待ってね。あ、じゃあもうこのまで、はい、あ、はい、あ、こちらめっちゃ広いな。すごい、見ていいですか。おお、うわ、めちゃめちゃ広いな、ここの部屋。え、サウナはこっちですか。ああ、なるほど、すごい。あ、マジですか。あ、すごい、ロウリュもある。はあ、ごめんなさい。あ、こっちは普通の浴槽になってるんだ。ありがとうございます。すごいすごいな、ここ。やっぱりそこの2つのお部屋がやっぱり人気なんですよ。ああ、なるほど。水風呂がこっち1の1人のお部屋なんですけど、こっち水風呂じゃなくて冷水シャワーなんで。そうかそうか、そうでしたね。そうなんですよ。それでこっちは外側に男性がちょっと入る感じ。 あ、シンプルやな、すごい。ああ、寝転びになってるんだ。これはリクシルのユニットバスやな。へえ、すごい。ちょっと開けていいですか。おお、完全個室やね。一人用のサウナですね、ここが。ここ一人ですか、店員は。一人やね、ここね。ね。あ、なんかでもシンプルでいいですよね。そうですね。ね。